この村はなんか全体的に7にこだわっとるね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクテーションサロン夢の館へようこそお越しくださいました。ということで今回は桜吹雪の春の桜村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。まあ、もうちょっとで花見の季節やしね。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで桜村に出発。はい、桜村に到着。え、めっちゃ綺麗なんやけど。え、すごい。夢の世界へようこそ。あなたは今桜という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の桜の世界をご堪能遊ばせ。やばくないこれ。これは散った桜ってことかな。え、すごー。でこの横の方にはチューリップの花壇があったりとか。やばさあ、お着替えは、あ、ここやね。これは二通りあるということか。ふんふんふん。梅柄の着物。じゃ、着物ちょっと着ていこうかな、私。はい。いいね、なんか、夜桜が散ってる感じ。ごめんね、ちょっと。文字が。あ、なんかめっちゃいい感じに半月じゃない？ほら、見て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 、見えねえ。見えねえ。ほら、ねえ、めっちゃ綺麗。さあ、着替えますか。全然着替えれてない。じゃーん、こんな感じで。ああ、いいね、いいね。夜に吹く、花びら。夜桜とかあんま見に行くことないもんな。もうなんか辺り一面めっちゃ花やね。花、花、花。ちなみにこの夢で来られる桜村は、4月っていうことなので、4月がね、一番桜村が綺麗に見える季節らしいです。いいね。やば、所狭しと。何二人話してた今。めっちゃ話してたでしょ、お前。お。桜村ももう雪ですね。マジで？違うでしょ？違うでしょ？お邪魔します。和風な感じの家や。お、いいね、いいね。和風な感じの家やけど、家の中は、テーブルと椅子。なんか食べ物屋さんみたいな感じではないんか、別に。めっちゃなんか座れるところいっぱいある。お、左側は、こういうなんかポップな雰囲気好き。幼稚園みたいな感じ。いいことない、なんか。ね、カラフル。良き良きですな。なんか7がいっぱいあるね。7、7、7。ラッキーセブンや、ラッキーセブン。嬉しい数字。でも7だけ集めるのも大変そう。ね。ほい、それじゃあ右側の部屋へ。あ、ここにも7いっぱいあるんやけど。至るところに7があるよ。37、37。ここはなんか植物だらけやね。自然あふれるっていう感じ。いいね。これはベッドってことよね。ですよね。水滴の部分が枕に。いいね。7、7、7。7の主張が激しい。でもなんかレシートとかでもさ、お釣りが777円とか、合計金額が777円とかってなんか取っとく人おるよね。まあなんか、会計しとるときに、おおってなったりとかするけど。はい、それじゃあ2階へ。お、2階はなんか、果物がいっぱいある。美味しいやつや、美味しいやつ。いいね。私は、さくらんぼがいいです。さくらんぼ好きなんよね。最近全然食べれてないけど。
え、美味しくない？めっちゃ。はい、それじゃあ。なんか、あれよね、あえて、寝巻きの帽子をかぶっとるっていうのもいいよね。もんぺちゃんかい、君は。知らない方だと思ったら、よその村から来たんですね。そういえば夢占いで、今日はいい出会いがあるっていう結果だったんです。きっとこのことですね。ヒュン。もんぺちゃんマジでめっちゃ可愛いよね。めちゃくちゃ可愛いよね。あの前にさ、確か私が、何やった？キャンピングカーで呼び出した時に、もう本当にすごい可愛い。男の子かと思ったけど、女の子なんや、めっちゃ可愛いみたいになっとったけど。あ、なんか、浜辺もすごいね。ちょ、待って、浜辺降りたい。あ、向こうからか降りるの。ちょっと待って。ちょっと待って。なんかさりげなく金のバラが咲いてるなとかいいね。はい、ここから降りられる。で、ここから、なんか下に、ほらほらほら。なんかすごくない？こんな感じで、貝殻とサンゴが置かれてある。綺麗。さあ、それじゃあ、ちょっと2軒目の家に行きたいのだけれど。2軒目は、今のはアクリルかな？はい、こっちに。2軒目の家。周り竹とかあるけど、どうなんかな？和風なんかな？お邪魔します。あ、カフェ？カフェだ。綺麗。この村はなんか全体的に7にこだわっとるね。ラッキーセブン。きっとこの村に住んでるみんなは7という数字に囲まれてめちゃくちゃ幸せなんだろう。え、でも正直さ、なんか数字型のランプとか可愛いよね。いいな、なんかこういう感じのカフェいいよね。なんかこういう椅子だけじゃなくって、こういうソファーとかがある感じの。私結構好きなんやけど。あれ、ここの家の方は一体どこに？こっちか。裏にいたりとかしない。ああ、いたいたいた、どうも。かりんさん、コーヒーはこちらですよ。いただきました、ありがとう。あ、こういうのいいね、ほら。桜の間は抜ける。めっちゃ綺麗じゃない？あ、よきよきよき。桜と月の感じがめちゃくちゃよき。さあ、そして、3軒目の家。あ、いいね。なんかこの、家先にある、なんやろ、バレ？バラ？バレってなんや。バラ？かなんかの花壇が。どうも、花さん。雪がひんやり冷たい。アイスやアイス、ソフトクリームが向こう側に。ん？びっくりした、なんか書いとんかと思った。そして相変わらず、7のランプ。お、シンクのすぐ隣に洗濯機。鯉のぼり、ちょっと季節を先取ってる感じだね。まあ今この桜村が4月だから、まああと一月ぐらい。で、鯉のぼりが必要な季節がやってくると。あ、上はもうシンプルに寝ます。これ上でも寝れたらいいのにな。ね、上がりたいよね。はしごみたいなのつけてほしいわ。このちょっとサクサクいう感じ好きなんやけど。地面。はい、そして。そして、4軒目。お、なんかすごいメルヘン。この家はなんかすごい大きいけど。はずきさん、村長さんやね。桜村の湧き水です。桜村の湧き水？あ、ここメインロードってことかな？めっちゃ綺麗。あー、いいな。じゃあ、お邪魔します。桜村の湧き水を使った
とお風呂っていうことかな。もしかしたらコーヒーもその湧き水を使っているのかもしれない。なるほど。なんかそういう自然を生かした感じのカフェいいね。はい、左側はちょっと落ちて、お、チョコフォンデュや、チョコフォンデュ、チョコフォンデュめっちゃいいやん。チョコフォンデュ、チョコファウンテン、なんかそんな感じのやつかと思ったらその横は結構なんか天丼、和食や、和食、いろんなものをおにぎりまである。もしかしたら持ち込みかもしれん。持ち込みかの店なら。はい、そして奥の部屋へ。お、奥はなんかあれやね、小さい部屋やけどすごいまとまっとる感じが。あ、でも洋風と和風って感じ。なんかこの辺ね、あ、電気消したこの辺ね、和の感じやけど周りは洋風。おにぎりがすごい好きなんやね。わかるよ、おにぎりめっちゃ美味しいよね。なんかつい最近ファミマのおにぎりで新しくなんか牛ステーキかなんかのおにぎりが出たんやけど、あれがちょっと気になったんよね。絶対美味しいやん普通にちょっと今度食べてみようと思って。はい、右側の部屋へ。お、右側は、え、この水をここに巻くってことかなきっとそういうことなのだろう。そしてここでちょっと番犬を飼ってると。うわー、ほら怖そうやもん。でも思うけどこれ犬小屋ってね、動物の森、動物が動物を飼っとるってことなんかなもしかしたらね、キャラメルさんが犬を飼っとるかもしれんし犬が犬を飼うっていう、ちょっとわけのわからん感じの。お、あ、いいいいよ、和風、和風の中にまたしてもこの洋風な感じ。トランプタワーとかね、いいよね。ほんと私このケロッピのセットすごい好きなんよね。こういう水もちゃんとね、水面が動きよるっていうのがいいよね。カタツムリも覗くよ覗いてるよ、覗いてるよ。こういう縁側に座ってのんびりゆったりする、そういう時間がすごくいいよねあ、でもあれやね、こうぱっと見外観はすごいメルヘンな感じやったけど、中身はなんか和風要素結構強かったような気がする。見た目と中身のギャップやいいやつや。で、外も結構ね、和風要素も洋風要素もどっちも揃っとる感じなんよね。そしてほら、いいねー、見て、こうやってさ、なんかまとめてとかじゃなくて、さりげなくね、金のバラが置いてあるんよ。気軽にご覧くださいませ、みたいな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしようと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかリアルでも、あれよね、夜桜見に行きたいな。昼間の方が綺麗に見えるんかもしれんけども。どっちも見たい。